もしもしチャンネルへようこそ。今日は簡単にビスケットのケーキを作っていきたいと思います。実は災害用のカバンの中にビスケットを入れてまして、そろそろ半年が経って、消費期限がもうすぐ切れるんですね。なので食べてしまいたいんですけれども、このまま置いといても誰も食べないので、ちょっとケーキ風に工夫してみたいと思います。コーヒーにさっとつけて少し柔らかくして水分を拭き取り、生クリームと交互に重ねて、最後に生クリームでまたトッピングしたら出来上がりです。ビスケットのまま置いとくよりも食べてくれるんじゃないかなと思ってます。おじいちゃんは食べないので、弟、妹、おばあちゃん3人分ちょうどできました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また遊びに来てください。じゃあねー、バイバーイ。